まあ、私大好きな映画がアベンジャーズだっていう話をしたんですけれども ね、 そうですね、先ほどね、心の戦いについてもお話ししました。心の話、はい、心の中で私は戦うんですね、うんうんうん、なんていうのかな、こう自分の気持ちの中でいろんな嫌なことがあると、うん、はい、そのことばっかり考えてしまって、 ありますね、なんかループで、そうなんですよ、ループで同じことを考えてネガティブな思いにはまってしまうみたいな感じ。多分そのループの中から抜け出すっていうのが一つの戦いでもあるんじゃないかなって、なるほど、ね、私思うんですね、うんうん、で私はこの気持ちを要するに切り替えるっていうんですか、そのループを一回切って、はい、違うことに気持ちを持っていくっていうことのために、うん、映画を見るっていうのはすごく役に立つなっていうふうに思ってたことがある。そうなんです、はい、ストーリーの中に入っていくとね、うん、今自分のいろんな考えてあったことをすっかり忘れてしまって、そうですね、その映画って結構夢中になって見れるのでね、はい、没頭しますからね、はい、気持ちの切り替えにはすごく役に立つんだなって、うん、ある時それを利用してたことがあるんですけど、スイッチを入れる感じでね、はい、ただね、はい、大体映画って2時間かかるんですよね気持ちの切り替えに2時間かかるという、ね、スイッチするのに2時間は長いですね、いい経験にはなったんですけど、ちょっとその2時間もかかるのは何とかしようと思うようになったわけです、うんうん、でね、一体私はなんでこんなに嫌なことがあった時に何度も何度も同じことを考えるのかなって、はい、うんうんうん、一体何を考えているのかなって分析したことがあるんですよ。すごいですね、自己分析そう、自己分析すごい考えるのは割と好きなんです ね、 あ、そうなんですね、だから考えちゃうんですけど、うん、で私が何を考えているかっていうと、うん、その嫌な出来事に対して、はい、何が正しいか何が間違ってるかについて考えてるわけです。なるほど。でもうちょっと厳密にいくとですね、うん、相手の人の間違ってるところと、うん、自分の正しさについて一生懸命考えてループしてるんですよね、まあ、普通そうですよね。なんか考えてる時には自分は正しいという物事の視点に立ってね、そうなんですよ、ね、うん、でもね、これ何回もそのこのループを組み立ててですね、うん、自分の言い分を立て直しして、はい、相手にもう一回チャレンジでぶつかるっていう何回もやってみたんですけど、うん、まあ何回もぶつけられた感じがするでしょ。ぶつけられた感じがするするでしょ、はい、ゾブさんにぶつけてること一番多かったか、私ですかでもね、これうまくいかないっていうことを何回も経験しました。なるほど。っていうのは、うん、私の正しさっていうのは私だけのものであって、はい、相手の正しさは相手の正しさであるんですよね、まあ、そうですね。でそれが自分の正しさを主張している限りは、うん、この嫌な出来事からは抜け出せないということに気がついたわけです。つまり、はい、要するに自分の正しさを捨てるっていうね、自分の正しさを捨てるんですか。自分の正しいって思ってることは自分で正しいと思い続けるんですけども、うん、はい、それを人に認めさせようとするのをやめる。なるほど。これがもしかしたら戦いに対する勝利なんじゃないかなっていうふうに思うようになったわけです、うん、なるほど。バイブルにはなんとですね、うん、ジーザスは神の在り方を捨てることはできないと考えないでっていうふうに書いてあるんですよ、うん、そうですね。そう、神って絶対に正しいものじゃないですか。そうですね。この一番正しい方が絶対に正しいことを捨てることはできないとは考えずに人の姿を撮るって、いやいやこれってすごいなと、もう絶対間違ってるのは私で、絶対合ってるのは神様でしょって。そうですね。でも神様、その正しさを捨てて十字架にかかられたんだって思うとですね、ちょっと私の正しさぐらい捨ててもどうってことないかなっていう、そんな気持ちになるんですね。でこれがきっとね、その私の思いの中での戦いの勝利になるのかもしれないなって、この人生をかけてね、うん、ちょっと発見しつつあるんですね。いいですね。アベンジャーズから、うん、そして私の心の戦いから、うん、いろんなことを学びながら、これからの人生はジーザスの愛を、見習っていくように、うん、生きていきたいなって。 ね、それこそがもしかしたら正義の生き方かもしれないしね。なるほど。そんな生き方をしたいなと思います、はい。